帰ってきました。なんか固まった 20% になって、ショールームが固まってしまったので一回落としました。どうでしょう、固まってしまって触れなかったので落としました。アプリをアップデートはしてないと思う。ちょこちょこと止まれ、嘘、固まったんですよ。アップデートしたらいいってこと？こっちでしようかな、タブレットで。こんばんは、こんばんは。へえ、ほくろ書いてない、元からあります、元からあるよ。ちょっと離れとこうかな。回線か。ショールーム、あ、アップデートしてないです。こっちでやったらそっちもなるかな、ならんかな。今やってます。この服かわいいから見てたい。この服かわいい。でも仕事では一回も着たことないや。プライベートで一回二回ぐらい。どこの服だったっけな。かわいいでしょ。どこだろう。アクシーズ系な気する。書いてないか。配信でも2回ぐらい来たぐらいかな。そう、全然着てないんですよ、意外と。ニット生地、どこのだろう。あのパルコにあるところだ、長いところ。読み方わかんないや。かわいい服。安部さん、神ありがとうございます。あの31なんとか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 みたいな長いやつ。あるかな。名前長すぎてわかんない。31なんとかなんとか英語なんですよね、だから覚えてないや。こんばんは、こんばんは。そうそう、アンクルーズ系、あのあれっぽい、アクシーズファム系。アンクルーズっぽくはないかな。アクシーズファム、めっちゃアクシーズファム。トランティアンソンドモードってところです。31って書いてトランテアンソンドゥモート。そう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 、それです。名前が難しすぎて31でしか覚えてない。31、そこです。かわいいよね、スナイデル系みたい。スナイデルとか。こんばんは、こんばんは。お元気ですか。お元気ですよ。お姉さま系のね、むずい。こんばんは、こんばんは。みこさん雪にか出ました。お、私も引いた3回。なかなか地引きはできないですね、待ち受け。トランティア、あ、フランス語。へえ、わかんないからいつも読んでない、普通に31のところと思って。こんばんは。
とも当たらん。残念。こんばんは、こんばんは。私も当たんなかったな。5月4日は返そう。お、じゃあ園児の日じゃん。待ってるね、たくさん。トランティアン31。顔がよく見えるのはお化粧ですか？いや、暑いからだと思います。お化粧ではございません。さっき焦って、もう本当に焦ったから、焦って全力でタウン情報を書いたんですよ。そしたら暑くなりました。今部屋21度ありますね。でも結構やばいと思って、提出物遅れたことないんですよ。まあ結局今日も遅れてはないんですけど、23時59締め切りなんで。そう、今日提出のものを21時46分ぐらいに気づいて、配信10時じゃないですか。あ、やばいと思って、もう全力でなんとかでなんとかでなんとかなんとかでってやってたら、もうこんな熱くなりました。15分で書いた。必死に頭フル回転させて、あ、ここはどうでした、あ、どうでした、これが美味しくて、あ、これがすごく良くて、これが良くて、アイドル一言、アイドル一言どうしようみたいな。23時59分提出期限なのでセーフ。全力で頭フル回転させて、アイドル一言どうしようとか、最初の読みの文とか、最初の部分どうしようと思って全力でやってたら、テンション盛り上がりました。今日2回読みました。お、え、今月号の早い。やばいじゃんと思って、さっき足取りで焦ってたら熱くなりました。でも間に合ったので、来月号、今月号、そうね、今日発売されてるやつは2月号ですね。だから来月号なのかな。私が今日書いたのは3月号だね。下書きはないですよ。でもまあそんなに量が多くないので、200文字、150から200なので1店舗。弟くんのおすすめのお店気になった？え、行ってみてください。唐揚げが美味しかった。でも私はあの日お腹空いてなくって、何軒か回るからさ、1回にだから唐揚げ食べる胃がなくて唐揚げ頼めなかったんですけど、あっさりな魚にしたんですよ。暑いからですね、ほっぺが赤いのは。21度ある。そのうち治ると思います。そう、唐揚げは1個だけもらった。そうそう、なんか美味しかった。めっちゃ味濃ゆいタイプの唐揚げだった。もう唐揚げにもうなんか味めっちゃついてますって感じの唐揚げだった。めっちゃ味がついてる系の唐揚げだった。そう、1日で結構回ってるから、同じところ3つ4つ、だから1個で食べれる量が本当に少ないんですよね。そうね、意外な場所。そうね、でも大街道の近くですよ。大街道
お母さんはチキン南蛮だっけ、なんだっけ、ハイボールに入りそうな唐揚げ、まあそうですね。でも夜は居酒屋になるみたいな感じだった気する。ハイボール、そうですね。お疲れ様です、こんばんは。六本木クラス、ハイボール飲んでるから食べたくなってきた。唐揚げ、唐揚げね、うん、お洋服いっぱい持ってていつもおしゃれ、ありがとうございます。そう、お洋服好きです。でも愛媛って唐揚げ屋さん結構多いんですよ。そう、愛媛って多分唐揚げ結構有名なんですよ。多分っていうか有名なんです。バリーさんだしね、焼き鳥唐揚げ有名なんです。唐揚げ屋さんが結構あるんですよ、松山とかにも。大街道の商店街の中にも唐揚げ屋さんっていう唐揚げ屋さんがね2個ぐらいあるし、パッと思いつくだけで。で、大街道を離れて普通に大学の町にも唐揚げ屋さんがあるんです。唐揚げ屋さんがあるんですよ。でも広島って唐揚げ屋さんないよね。愛媛結構特殊なんだなと思って。唐揚げ屋さんがあるんですよ、愛媛。バリーさん焼き鳥の鳥だけどさ、唐揚げ有名なんです。唐揚げ屋さんが結構ありますよ、松山。そうだから唐揚げ買って帰ろうかなみたいな。こんばんは、こんばんは。そう、バリーさんは焼き鳥です。今治なんでね、バリーさんは焼き鳥が有名です。唐揚げしかないとことかある。そう、唐揚げ屋さん、唐揚げ専門店がたくさんあるんですよ。でも広島はないから愛媛が特殊なんです。有名なんですよ。唐揚げ特集、でも1個紹介したでしょ、唐揚げ屋さん。クッキー作ってた、おお、すごい女子力。私バレンタインなんか作ると思って最近チョコを買いました。昨日チョコを買いました。板チョコ。そう、唐揚げ専門店があるんですよ。けど広島はない。オリエントの唐揚げめっちゃ美味しいよね。量やばいけどね。そう、美味しい。そう、昨日板チョコを買ったんですよ。今ならチーカーの型がもらえるので、ちいかわ、じゃあ今買っとこうと思って。なんか板チョコを2枚買ったらちいかわのチョコレートの型がもらえるってやつだったので、バレンタインに作るし今買っとくかなと思って、おまけが欲しくて。オリエントの唐揚げはガチ、そう、めっちゃ美味しいけど、あれは一人で食べる量ではない。家族とかで。バレンタイン配信期待していいですかって。どうする、これで作らんかったら。毎年作ってるよね。オリエントは量多いので、何人かで。タウン情報のゆきりかコーナーってずっと続くのってね、それ思ったんですよ私も。今でも聞いてみた、わかんない、まだ。もらってないよって、誰にもあげてないです。私毎年作って自分で食べて、なんか自分で食べて
冷蔵庫にたくさんカップケーキが眠るということをしてますね。そう、東洋のオリエントなくなったよね。あれ悲しい、あそこめっちゃ好きだったのに。メンバーにもあげてないです。翼はなんつらさん、かわいい、ありがとうございます。去年は誰にもあげてないですよ。だから冷蔵庫にあげた。こんばんは。にゃもんさんがいいねしてくれてましたね。ね、なんか毎日、じゃあ、あの今画像さ表示変わって一部分しか見えないじゃないですか、縦長の画像って。なのに道後温泉にゃもんねって気づいたってことは、毎日おはようツイートをタップして見てくれてるということだなと思って、なんかちゃんとしなければと思いました。タップしないと道後温泉だってならないから、道後温泉にゃもって言ってるってことは私の画像をタップして見たということなので、ということは毎朝私の画像をタップして見ているということになるので、あれだってタップしないとさ道後温泉ってわからんでしょ、私の顔しか見えないので。タップしたってことだもんね、にゃもんが。そう、ちゃんとしなきゃ。画像の不具合、ね、だからそんな見られてる。瞳きれいなブラウン、ありがとうございます。電気のおかげで。私の目の中に、この下に光ってるのが女優ライトで、上に光ってるのが天井のライトです。そうね、肉キュールタップしてくれたのかなってことになるよね。こうやってにゃもって朝、そんな見てくれてるなんて、そんな見られてると思ってなかったよ。やも、そう、ゆきりかおしのにゃもんくん、どこかで買えるんかな。あ、にゃもんは買えますよ。にゃもんはあのショップで買えますよ、公式ショップみたいなんで。私の家にいますけどね。にゃも目がかゆい。こんばんは。にぶかは目がかゆいよ。そう、目の中に映ってるライト、上が電気で、この下にあるのが女優ライトです。ティレレー、え、小さいぬいぐるみがあるじゃん、マスコット、あれなら買えますよ。三浦川温泉。こんばんは、こんばんは。温泉行きたいな、一人で。ハートは行きたくない、一人で行きたい。こんばんは。あれ、ネットで買えなかったっけ。こんばんは。父ちゃん、父ちゃんでも一緒に入れないじゃん。まあ連れてってもらうだけなら。温泉ね、もうしばらく入ってないな。うん、そのなんかで旅館とかに泊まったら入るけどさ、仕事で。仕事で旅館的なところに泊まったらあるけど、最近はないので。愛媛めっちゃ温泉あるよ。
駅前にあったりするからね、今治だと。伊助の湯マジでめっちゃある。大学の近くとか。え、温泉そう、一人で行きたいか。喋りたくないしね。銭湯も多い。めっちゃあります。なんか歩いてたらあるみたいなこともあるし。え、一緒に入ったら喋るじゃん、お湯にとか。喋らない？喋りたくないんだよね。冬の一番楽しいレジャー？スキーとかスノボーとかやったことないんですよね。なんじゃろ、冬の楽しいレジャー。みかん狩り。こんばんは、こんばんは。キャンプもやらないですね。やったことない。女子の一人旅はいろんな意味で狙われるから気をつけてて。でも私狙われたことないですよ。すごくない？一人旅。みかんの収穫時期は11月とか12月とか10月とか。冬ですよ。でも夏ではないですね。夏のみかんもあるだろうけど、基本は冬。温泉いいね。確かに温泉行こうかな。サウナ行ったことないんですよね。サウナも行ってみたい。今みかんの時期だよ。スーパーとかめっちゃ売ってる。こんばんは、こんばんは。マイントピア。え、なんかマイントピアでサウナはちょっと、なんか観光スポットじゃん、マイントピア。霧の森大福めっちゃ美味しいよ。中に生クリームが入ってるんですよ。柔らかくて。お風呂にみかん入れたりしない？しないです。愛媛の人の みかんの発音はみかんなんですよ。違うんですよね。私愛媛にいたらみかんって言ってるんです。それを最近思って。みかん売っとるよって。みかんなんですよ。そうそうそう。だから愛媛いたらナチュラルにみかん呼びしてて、あ、ちょっとイントネーション違うなと思いながら。でも みかんなんですよ。みかん食べって言われます。家族全員みかんです。ばあちゃん。みきゃんはみきゃんですよ。みかんです。そう、最近みかん売ってるの見て、え、みかん売っとるやんって普通に喋ってて、イントネーション違うなーって思いました。みかん。こんばんは、こんばんは。そうそう、標準語はねみかんなんですけどね、こっちはみかんって言ってます。田舎の、だから愛媛の人に喋るときはみかんって言ってるけど、広島の人に喋るときはみかんです。みきゃんとはならないね。みかんです。こんばんは。みかん買ってきたよって言わん、逆に。愛媛の人じゃん。こんばんは、こんばんは。
最近そのドラマを見てて、そう広瀬すずさんのドラマを見たんですよ。最近あったやつ。広瀬すずさんは田舎から出てきた田舎者の役なんですけど、すごいイントネーションがすごくて、イントネーションがもうなんか同じ言葉喋ってるのにイントネーションめっちゃすごくて、でも私も最初愛媛から来たばっかの時はメンバーにすごくイントネーションを指摘されたから、ああだからあの田舎とかだとイントネーション結構違うんだなって、私たちはでも何も思わず普通に喋ってるつもりなのに、そう長崎だっけ、そう私愛媛県民としては普通に喋ってるのに指摘されるんですよ結構。だから田舎ね、こんな感じに私のこと見えてたんだと思って、みんな田舎弁喋ってる広瀬すずさんを見て思いました。私もこんな感じに見られてたのかなと思ってね。もう治りましたけどね、すごく標準語に治ったんですけど、ね、そうそうそう、こんばんは。パセリ方言戻る、パセリって、ね、長崎じゃなくて福岡違うか、長崎か、方言電子ね、そうあんまり方言ないけんね、標準語です。イエス、こんばんは、こんばんは。あの広島弁めっちゃ出ますよ、広島の人とめっちゃ喋ってるから、ジャケは出ます勝手に。だから広島の人と喋るときは広島弁で喋れるし、愛媛の人と喋るときは愛媛の方言で喋ります。でも愛媛と広島の方言似てるので、ちょっと愛媛の応用版みたいな感じなんで、すぐマスターできますね。ジャケとやけんはほぼ一緒、なんとかやけんっていうのをジャケに変えるだけなんで、もう言いやすい。なんとかやけんねーってこっちで言うものをなんとかじゃけんねーっていうだけなんで、ほぼ一緒です。そうダンスの先生とかさ、衣装さんとかメイクさんとかすごく広島だから、もうジャケジャケって感じだから結構映ります。こちらこちら、そうバイリンガルです、イエイ、かっこいいね、バイリンガルですよ私、方言、方言のバイリンガル。こちらほぼ一緒、そう福岡もさ、県や県さ、一緒なんよね。ってことは福岡も行けるか。山口弁も喋れますよ。当時7県。福岡も県だから、でもたまに普通にスーパーで買い物しとるとき、メンバーがあこれかわいいって言ってて、そうこれかわいいって言ってるから買わんけんって言ったら、あってなんか気まずくなる、言ってしまったと思って、通じん方言、そうなんか買わんけんって言ったら、あのなっちゃんに言ったんですけど、その後無言で普通にスルーしたんですよ。だからあ意味通じんかったなと思って、でもまあ説明するんし だるいしもういいやと思って、買わんけんって言うんですよ。けどこれ一回サラピに指摘されて、それだと否定に聞こえるって、
だから多分なっちゃんもえってなったんだろうけど、その後無言で、無言だったから、緩和圏の後返事返ってこなかったから、あ方言通じんかったと思って。愛媛の人はさ、そうそうそう、カワンケンって言うんですよ、ね、これかわいいって友達が言ったら、えカワンケンって言うじゃないですか、カワンケンって。買ったらどうってことなんですけど、買ったらって意味なんですよ。けど福岡ね、カワンケンって言うよね。そう、愛媛の人、えこれ欲しいなって言ったら、そうカワンケンって言うんですよ、カワンケンって言うんです。サラピにそれ分からんって言われて、大阪では買わへんっていう、え違うんですよ使い方、そっちじゃないんですよ。でもサラピとかはそっちやと思ったらしくて、買わないっていう否定だと思ったらしくて、えってなったらしい。けど買ったらどうって聞いてるんです、買わんけんっていうのは。欲しいなら買ってもいいんじゃないって、そういう意味、買わんけんっていうのは。そう、ゆきりかの使い方としては、ゆきりかのお話し会欲しいなら買わんけんってことなんですよ。欲しいなら買ったらどうって意味なんですけど、でもこれは通じづらいので封印してたんですけど、封印にね出てしまって気まずくなるっていう、通じんくてあってなった、無言になったから。でももう説明はいいし、もういいやと思って触れず。そう、私と話したいし、お話し会迷ってるなら買わんけんって言うんですよ。そう、私のでも母の口癖なんですよね、多分カワンケンっていうのは。愛媛の方言なんですけど、私がよく買い物行って、えこの服かわいいって言ったら絶対カワンケンって言ってくるんですよ。だから買ったらっていう意味で、これかわいいこれかわいいって言ったら、買ったらどう買ったらどうって言ってくる、カワンケンって、自分でカワンケンみたいな。だからたまに言ってしまうけど伝わんないので、買ったらどうって意味なんです。欲しいなら買ったらどうっていう意味です。 STU の中だけで流行った言葉ありますか？そんなのないですね。ミキアさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは。広島でもね、買わんけって言いそう、確かに。そう、食べてみんけんとも言います。食べてみたらどうってことです。食べないって意味じゃなくて、これ食べてみんけんみたいな、食べてみたらどうっていう意味です。丁寧に言うと、こんばんは、こんばんは。カワンケン、あ、言う？買ったらどうっていう意味で、そう、買ったらどうですかっていう意味でカワンケンっていう。じゃあ一緒だ。でも福岡やと買わんけんって言ったら買いませんになるんですよ。買わんけんっていう否定になるんです。そう、疑問なんですけどねっていう方言でした。ゆきりかのお話し会買わんけんはハテナいるよ、その後にハテナないと否定になっちゃう。買わんけんです。
そうなんですよ。買わんけって言ったら他の県だと否定になっちゃう、買わないになっちゃう。こんばんは。あ、スタバの新作美味しかった。なんか私でもあんまりチョコレートをなんか食べるというか飲むということがあんまないんですけど、あ、美味しいと思った。チョコ、たまには甘いもの美味しいですね。私はあんま甘党ではないのでチョコレートジュースというものを飲むことあんまないんですけど、あ、チョコレート飲むの美味しいって思った。たまにはいいね。あれを毎日飲むってなったらきついけど、たまには美味しい。チョコレートジュース、ミキヤさん、レインボースター、ありがとうございます。良いペースでスタバ行かれてます。5回だっけ、今6回だっけ、何回目になるんかな。うーん、5かな、合ってるかな、ちゃんと書いとかんと忘れるな。新年飲んだっけ、5かな、5で合ってるか。こんばんは、こんばんは。忘れそうになる。愛媛で2回なら6。え、愛媛で2回行ってるっけ私。もう分かんない、写真見返さなきゃ。あ、6な気にする。1回写真撮ってない時があるんですよね、多分一回写真撮ってないよね。6だわ。愛媛で2回数えたかったのにな。ちょっと後で思い出そう。確かね、愛媛になんかスタバを持って帰った記憶がある。あ、そうだ、サービスエリアで買ったんだ。でもそれは写真撮ってないから6だ。そうだよね、6だよね。愛媛で2回飲んだよ最近。写真見返そう。1個撮ってないやつがあるのと記憶では思い出せない。そこのやつとサービスエリアのやつと A 子さんとアウトレットで、福袋のチケットでお正月に家族で飲んだやつと、あと正月あたりにあと飲んだ気がする。もう忘れた。5か6だ。ちょっと後で見返しとこう。今年何回飲むか数えようと思ってか、密かにねカウントをやってるんですけど。でも確かアウトレット行った時に4回目ですって言ってたよね。ねえリチャさん、アウトレットの写真送った時スタバ持ってたじゃん、あれで4回目だよって言ってたですよね私。ってことはあれから2回飲んだので6です。ウィンクちょうだい。はい、だよね。アウトレットの写真、さっきメールで送ったやつ送ったくない、あれで読んだよって言った記憶があるのでね、読んって言ってたよね。で、あのサービスエリアで飲んだやつは写真撮ってないんですよね。で確かそこにスタバあります、あ、でも写真撮ってないやって言った記憶があるのでそれが5。今6です。6メモしとこ。どんなシチュエーションで飲んだかをメモしようかな。面白いよね。あとで写真見返しとこうと。今6、とりあえず6って書いて。こんばんは、こんばんは。行き過ぎだな。
早い方ではないでしょうか。でも、まあ、まあまあまあ早いね。確かに、え、面白そう。確かに1年後に、じゃあ66回目に飲んだスタバはどんなシチュエーションですかみたいなやつでしょ。おもろいじゃん、絶対面白いね。じゃあメモにスタバ飲んだらどういうシチュエーションで飲んだか書いとくわ。とりあえず分かる。5から6から書こうか。6は新作を道後温泉駅で母と。1年後にね。じゃあ70回目のスタバはとか聞いてくれたらシチュエーション言えるっていうね。どんなシチュエーションで飲んだでしょうっていう。5回目は A 子さんと、 A 子さんにと一緒にサービスエリアスタバ。写真はね、ほぼ毎回撮ってね。楽しそう。で、4回目が映画を見た日ね。コナンの映画を見た後にスタバお持ち帰り。来た、完璧完璧。で、3がいつだったかな。その日の天気はちょっとほぼ晴れですよ。3は123が曖昧なんだよね。3は多分あれだな、イオンで弟と母と福袋のチケットをしようで、2多分正月に帰省するときに持って帰ったのかな。あ、思い出した。私もう一個飲んでるわ。母の妹と飲んだ。うなぎ食べた日。うなぎ食べた日にスタバ飲んだよ。あれ？ってことはそれは、それが3か。そういうことか。それが3かな。え、でもそれ写真撮ってないよね。え、もうわかんないわ。ちょっと後で写真見返そう。でもその日は写真撮ってないんですよね、スタバの。しかもこの情報は多分みんなに言ったことないから、7なのかな。まあいいや、これは配信終わった後にちょっと振り返ります。知られず。そうで、2人ともなんか店内で飲むにしたんですけど、2人とも猫舌で結局持ち帰ったんですよ。一口も飲めず、15分ぐらい座って一口も飲めず持って帰ったんですよ。そういうエピソードがあったんですけど、写真撮ってないな。あれいつだったかな。結構前ですよ。1月4日とか5ぐらいの多分レベル。そう、2人とも猫舌で、そう、店内座ったのに暑すぎて飲めんくて結局持ち帰ったっていう。そうなんです。でもそれは写真撮ってないかな、カウントされてないか。面白いでしょ。なかなか飲まないからさ、猫舌なんて聞いたら猫舌って言ってて。なぜホット？え、寒かったんですよ、その日外が。その日外が寒かったから、アイス買う気だったけど、
車出た瞬間寒くてホットにしたんです。だからストが寒いからホットにしたけど、アイスでよかったねって。そう、うなぎはでも結構前ですよ、本当にお正月。スタバは持ち帰りの方が安いんですよ。そうそうそう、なのにね、店内のお金払って持ち帰っちゃった。まあちょっと座ったで、持ち帰りの方が安いです、あの消費税分。母は猫舌じゃないんですよ。母はもう熱々のホットコーヒーをすぐ飲む人。ばあちゃんも、ばあちゃんと母は猫舌じゃないです。スタバのタンブラー持ってるけど持って行ったことはないです。そう、私の母は普通にモーニングとかで出てきたホットコーヒーをすぐ飲むんですよ、味噌汁とかも。えみたいな。ばあちゃんも強くて、え絶対熱いよねっていう出来たてのホットコーヒーをすぐ飲みます。こんばんは、こんばんは。あ、スタバグッズ、バッグは使ってるよ。でもトートバッグみたいな、あの白のドーナツクッションもあのソファーに置いてるし。私はもうかなりの猫舌なので、家系かなって。あー家系、私は熱々は苦手ですね。でも英子さんの方が猫舌だった。私がごくごく飲めるお味噌汁をまだ熱いって言ってたから家系じゃないよ、かけ湯かない。え家系、話の流れ的にかけ湯って言ってるよね多分読み方違いで。スタバのカウントが名前に入ってるんだけど、上には上がいる。そう、余裕で私が飲めるお味噌汁とか生姜焼きを英子さんは継がってた。猫舌なんだねって思いながら食べました。今までの味で好きだった味、今までの味で好きだった味、私の好きな味ですか、私が食べて美味しいなって思うものってこと。なんだろう、でもたまにめちゃくちゃ美味しいものってめっちゃ美味しいじゃんってなるよね、食べたら。でもそうなるのはお寿司系とかかな。フラペチーノ？あ、フラペチーノ？フラペチーノか。あ、あります。めっちゃ美味しいと思ったフラペチーノ。は、いつか飲んだ抹茶。抹茶美味しかった。なんか抹茶の期間限定のホワイトチョコがあの一緒になってるやつ、普段の抹茶フラペチーノとかではなく、あの期間限定のクリスマスだったかな、ホワイトチョコと抹茶のやつなんですけど、あれがすごく美味しかったです。すぐ売り切れたかな、かもしれんね。同じのまた出てほしい。あれめっちゃ初期に飲んだ STU の。そう、抹茶とホワイトチョコマジで合うんですよ。そうそう、今ない、期間限定です。写真あるかな、ないかな。写真ないかなと思ってみたら、これ懐かしい、みんながス
タバじゃない、これタピオカ、タピオカが流行ってた時期に2期生みんなタピオカ持ってる。タコつこんばんは。これね2019年、みんな若いよ顔が。ももちゃん、みほりん、さやかりんも若いでしょ。私の顔が反射してる、ね、タピオカ流行ってたんです2019年。ほら博多ピ、みんなで。懐かしいね。まあそれは置いといて。ないかスタバの写真。抹茶そう、ゆきりかが19歳の頃ですよ。若い若い。サーヤンは写ってませんね。埋もれてる、これサーヤン埋もれちゃってる、人数多いから。 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 11人。私はこれです。サヤン、サヤンはこれ。ヤヨちゃん目だけ。サラピ、一番ちゃんと写ってるのはレイカとかかな。田中美穂とさやかりんとかその辺かな。やよちゃんかわいいね。そう、知られざる写真あるよ結構。この知られざる写真見て。レカ、リカレカです。これ夜でもそんなにないかな。リカリカさんです。あかわいい写真ある、見て。シミサラが地球グミ食べて目色が青くなった。無邪気なシミサラ、地球グミあげたの。地球グミあげて、あ、目色が青くなっちゃったっていう。かわいい、かわいいでしょ。そう、封印。これはね、私とレイカちゃんがなっちゃんの部屋で撮ってる写真です。情報量多い。なっちゃんの部屋です。これ。そんなもんかな。こっちはあんま入ってないや。そう、なっちゃんがまだ部屋にあげてくれてたところです、時です。今はもう無理。え、壁際じゃない写真は見せれないです。いっぱいあるけど壁際がじゃない写真になっちゃうの。ダメダメ。あ、40分ですね。もうそろだ。もうその終わりです。スタバ行きたくなった。いいじゃんいいじゃん、たまに甘いものも大事ですよ。
チョコレート。こんばんは、こんばんは。明日？温泉行って帰りにスタバしようかなって。明日？どこの温泉？スタバで飲み物以外よく食べる食べ物はワッフル、アメリカンワッフルです。押し始めキャンペーンポイント4300ポイント、4437ポイント。お話し会受付中ですのでよろしくお願いします。今回が監視枠の悪の最後になるので、園児の5月4日と4月2日来てください。4月2日何着ようかな。シークレットなんですよね。でもなんか昔ピアノの発表会で着た、なんだろう、衣装があるんですよね。あの今日掃除して思ったんですけど、あんま派手じゃないやつ。ひとしさん神ありがとうございます。ピアノの発表、ピアノの発表会じゃない、発表開封混ざったな。ピアノの発表開封。園児は5月4日ですよ。そうなんですよ。でもこの服も、この昔の服もどっかあるはずなんだけどね。買ったからさ、どこ行ったんだろう、このドレス。今あるのは黒いドレスなんですけど。でもあんま派手ではないです。喋り方も園児なんですかって。え、それは来てみてください。黒の衣装の写真がないですね。あ、この動画を、この動画で着てるこのドレスがあるけど、これあんま可愛くないよね。多分可愛いんだけど、服として見たらそうでもないよね。ピアノの発表会会場で見たら可愛いけど、お話し会で見たら可愛くないよねっていう。ピアノの発表会で見たら可愛いけど、見えんな。キラキラの黒い。え、髪型これあれですよ、ちゃんとしてるんですよ。美容院でセットしてますよこれ。見え、画質が悪くて見えないだけで、これ美容室でセットしてもらってるやつです。あ、髪型が自分でできないだろうってことですか。どういうこと。この頃、あ、そっか、この頃アイドルじゃなかったもんねって思ったけど、アイドル全然違う、全然昔だわ。写真がない。この頃自撮りがないと思ったのは
アイドルじゃないからさ。スノーで撮ってる、スノーで。アップの写真はないですよ、だってアイドルじゃないんですから。めっちゃスノー、スノーが流行ったんですよ。わからん。でもこんなスノー、今ははや、今わからん、若い子に流行ってるのかな。でも髪の毛はちゃんとやってもらってます、美容室で。っていうこの黒いやつがあるの。黒いこのドレスがあるから、え、いつか着れたらいいのになと思って。もったいないじゃないですか、1回しか着てない。可愛いんですよねドレスは。まあいいや、今もその美容室行きますかって。え、全然行ってないです。一回でもボブにしてほしいって頼んだ時にショートにされて、私はそっから行ってない。切るのは嫌だ。そこでドレスある、あるよそこに。だからピンクのドレスも買ったので探したらあるか、それかもうしまって古くなって捨てたか、どっちか。ドレスも何着か買ってるのであるんですけど、古すぎてもうお尻にしまってるから着れないって捨てたやつもあるし、どうなってるんだろう。ふむふむ。そう、4月2日は完全シークレットです、お楽しみに。だからそういうピアノの発表会のドレスを着るかもしれないし、私が好きなファッションを着るかもしれないし、あのキラキラスカートのようなバブリー系に走るかもしれないし、もしかしたら男装をしてしまうかもしれないし、またもや枝豆を着るかもしれません。さてその時の私の気分次第なので、もしかしたら学ランでね、男の子で来るかもしれません。ラブリーは4月30日にあるって。バブリー？ラブリーはラブリーの日があるんで。ね、お話し会ついたら男の子いるかもしれない。何が来るか分かんないです。そんな4月2日おすすめです。ドキドキワクワク。モアベの、モアベで、まあ、モアベは載せるけど、配信では着ないですね。お話し会結構お話し会限定なので、だからメイドの日はお話し会でしかメイド着ないし、写真はね、そりゃツイッターとかするけど、お話し会の服装で配信はあまりしないので。そうです、まあ4月2日はシークレット探します。何着るかね、全身タイツかもしれませんよ。全身タイツで顔だけ出てる。シークレットは2回ぐらいあった気するな。何か血迷って全身タイツで来るかもしれません。顔だけ
ね。あのパンストだっけ、かぶるやつ。そう何か血迷って、そういう系で来るかもしれませんから、はい、お楽しみに。こんばんは、こんばんは。パンストかぶってくるかもしれません。引っ張ってくださいとか。あ、銀行強盗の仮面、確かに。もう誰と喋ってるか分かんないじゃんあの強盗仮面みたいなのかぶって声変えるやつ通して、こんにちは。私じゃなくていいじゃん、他に身代わり呼べるよ。で、私は違うところで家で休んでるっていう。あの強盗面かぶってさ声かけられたらさ、私じゃなくていいじゃんそれね。こんにちは。ね、まあお楽しみなので待ってまーす。何着よっかなー。うん、ことでそろそろ終わりですね。あと7分です。ってことで終わりですわ。あ、地雷メイク。あ、そっち系もね、確かにありだね。エナジードリンクにストローさして持ってる系女子。壇上を読みます。13位ロボリンさん、12位スーヤンさん、11位ジャクソンさん、10位服部さん、9位ふっくらごはんさん、8位理化学研究所さん、7位たっくんさん、6位やするぱんさん、5位文吾さん、4位はるゆめさん、3位いずちゃさん、2位ハイパーさん、1位やすべえさん、ありがとうございました。そう、ランキングのお時間でした。明日もまあ夜頃に配信したいと思います。お休みの投げほっぺとウィンクお願いします。はい、ってことでおやすみなさい。あ、オンラインチェキ24日までまだ受け付けてます。チェキ1時間半短くないでしょ。普通です。普通ではない、長いぐらい、ちょっと。ってことで終わります。おやすみなさい。チェキ申し込みました。お、ありがとうございます。そうだね、チェキ替えの服も考えなきゃいけないんだ。そうだそうだ、たくさん服考えなきゃ。おやすみー、グッナーイ。何枚だ、3。おやー。